皆さんこんにちは。2023年9月13日に5枚目のシングル「メイクアップデー」ミーティングの発売が予定されているなにわ男子。なにわ男子のメンバーでリーダーの大橋和也さんはいつも明るく可愛らしい笑顔で歌やダンスがうまいと人気があります。今回は大橋和也さんの恋愛事情やさまざま噂されていることについて真相に迫ってみました。デビューして2年目を迎えたなにわ男子。なにわ男子のリーダーである大橋和也さんにはこれまでに噂になった女性が8人いたと言われています。噂の真相を探りました。1人目は TA さんです。大橋和也さんの彼女だと噂になったきっかけは掲示板5チャンネルに2020年7月に投稿されたコメントが発端のようです。どうやら TA さんはジャニーズジュニア関西が松竹座公演をするときにはだいたい2から3列目にいて、マキさんという人と同一人物なのではないかとも言われています。続いて投稿されたレスには2018年に2人は破局しているように書かれています。2018年といえばなにわ男子が結成された年です。仕事が忙しくなったので大橋和也さんは彼女との別れを選んだのではないかということが想像されます。ただこの TA さんとの噂はあくまでも匿名で投稿されたネット掲示板が出どころなので噂の真相は謎に包まれたままです。同一人物ではないかとささやかれていたマキさんもファンの中でもマナーが悪いと言われている方のようですし、目撃情報も特にないので信憑性に欠けます。2人目はしのさんです。しのという名前、一見すると女性のように思いますが調べてみたところ篠原信一さんであることが分かりました。2019年2月に放送された毎度ジャーニーからの中のデート企画で、登山デートで遭難したら彼女をどうやって励ますかというテーマを検証しています。その時の大橋和也さんの彼女役が篠子こと篠原信一さんでした。めちゃくちゃ照れながらも熱演する大橋和也さんの反応にファンも大喜びだったようです。もちろん番組の中での設定なので本当の彼女ではありません。3人目は一般女性です。2019年9月に大橋和也さんと女性がディズニーランドでデートしているという写真がインスタグラムで流出したのです。流出した画像は存在していますが横顔は確かに似ているようです。お忍びデートなのではないかと噂になったのですが、なにわ男子は写真が流出する直前の2019年8月2日から30日まで大阪の松竹座で舞台少年たちの公演をしていました。合間となる2019年8月8日は東京ドームでジャニーズジュニアのコンサートをしているので東京に滞在していましたが、翌日の舞台のためにコンサートを終えてすぐに大阪へ移動しています。こんなハードなスケジュールではディズニーランドデートを楽しむ余裕はないと考えるのが妥当ですし、大橋和也さんとは別人である可能性が高いでしょう。4人目は韓国好きな一般人女性です。噂のきっかけは大橋和也さんが2019年頃に韓国ドラマにハマっていたということからでした。ちょうどその頃に、現在は削除されていますが SNS 上に大橋和也さんには韓国好きの彼女がいるといった書き込みがされていたこともあり噂が広がったようです。2019年3月19日に放送されたラジオ関西ジャニーズジュニアのバリバリサウンドで、大橋和也さんのひいおばあちゃんが韓国ドラマをよく見ているという話題になりました。続いて2019年4月4日に更新されたジャニーズウェブ内の日刊なにわ男子の中でも、ひいおばあちゃんが韓国ドラマを見てハマっていることについて大橋和也さんは書いています。韓国好きな一般女性とはひいおばあちゃんのことで間違いなさそうです。5人目は高島奈々さんです。高島奈々さんは東京パフォーマンスドールの元リーダーです。2020年5月に放送されたドラマ年下彼氏で共演し、役柄通りにお似合いと言われたことが噂のきっかけです。大橋和也さんも高島奈々さんも関西出身という共通点があり、年齢も高島奈々さんが一つ上と近いことから噂が広まりました。けれども高島奈々さんは相手が年下だと弟にしか見えないそうで、恋愛対象は年上が理想のようです。なおかつ2人のプライベートでの目撃情報も皆無なので、このカップルも単なる噂のようです。6人目は一般女性です。
画像や動画ではなく、ドライブデートの音声が流出したことが大橋和也さんの彼女疑惑に発展しました。タイミングは2021年11月上旬、TikTok でその音声だけの投稿がされたのです。このタイミングは、なにわ男子のデビューシングル、ウブラブが発売された時期と重なっています。もし大橋和也さんの本当の彼女だったらきっと、彼のデビュー記念となる大事な時にこのような言動はしないでしょう。音声だけの情報で信憑性も極めて低く、ファンからも単なる嫌がらせだったのではないかとの声も多く上がっています。7人目は田口小夏さんです。一般女性ですが、ジャニーズ界隈ではちょっと名の知れた方です。キスマイフィット2の藤ヶ谷太輔さんや、2019年に事務所を退所した手越優也さんなど、今までにも複数のジャニーズタレントとの匂わせ行為をしてきました。そんな田口小夏さんが今度はなにわ男子の大橋和也さんを狙っているという噂が立ち始めたのです。きっかけは田口小夏さんのインスタライブでの発言です。大橋さんになりましたから、全人類で大橋くんが一番好き、大橋くんしか勝たん。今までの一連の騒動を知っている人がこの発言を聞き、田口小夏さんの次のターゲットは大橋和也さんだと不安に思う人が続出しました。田口小夏さんは歴代彼女ではなく、大橋和也さんの推しにとっては彼女のハニートラップに引っかかってほしくないと心配になってしまう存在だったようです。8人目は福地桃子さんです。大橋和也さんと福地桃子さんは2022年7月に放送されたドラマ消しゴムをくれた女子を好きになったで2人は共演しました。大橋和也さんが演じる福田優が福地桃子さん演じる中学生の時に消しゴムをくれた女子伊藤さとみに13年間片思いをしていたという恋愛物語を描いたドラマでした。この2人がとてもお似合いだと話題になり、熱愛疑惑がささやかれました。しかしドラマ以外での目撃情報なども出てきていないので、大橋和也さんの熱愛彼女であるというのは単なる噂のようです。ここまでは大橋和也さんの歴代の彼女を見てきました。さて大橋和也さんの現在の彼女は誰なのでしょうか。最近は活動の域を広げている大橋和也さんは、2022年4月に放送されたドラマ「俺の可愛いはもうすぐ消費期限」にも出演していました。そこで恋人役として共演していた城西聖羅さんが現在の彼女として噂されています。城西聖羅さんは東京パフォーマンスドールのメンバーで、ファッション雑誌「レイ」の専属モデルもしています。城西聖羅さんは大橋和也さんとの匂わせの数々もしているようなので、その真相を探っていきます。一つ目の匂わせは、それは好きな色が一緒なことです。2021年11月に城西聖羅さんが行ったインスタライブでの質問にあった好きな色、それに対しての城西聖羅さんの回答が、最近は紫ですというものでした。続けて、でも緑やピンクも好きですとしています。この緑は大橋和也さんのなにわ男子のメンバーカラーで、そのため匂わせ疑惑が浮上しましたけれど、インスタライブ自体が大橋和也さんとの共演をする前のことなので、匂わせではなく本当に好きな色の話をしているようです。匂わせ2つ目は、 SNS での意味深な発言が挙げられます。今までとは少し違う緊張の仕方をすることが、そんな時は流れに身を任せ、相手と自分を信じることが大切なんだと学んでおりますと発信しました。この城西聖羅さん自身のインスタグラムでの投稿タイミングがドラマの撮影と重なっているため、この違う緊張をする相手が大橋和也さんのことを指しているのではないかと噂になりました。3つ目の匂わせは、プリン柄の T シャツです。このプリン柄の T シャツはドラマが始まった時期と重なる2022年4月6日に城西聖羅さん自身のインスタグラムに投稿しました。大橋和也さんは自己紹介ギャグで使うくらい大好きな食べ物がプリンなので、この城西聖羅さんの投稿が匂わせではないかと交際疑惑が噂されました。匂わせ4つ目は、かき氷です。2022年4月12日の城西聖羅さん自身のインスタグラムに投稿されたかき氷を美味しそうに食べる姿、実はその少し前の2022年4月7日の日刊なにわ男子では、大橋和也さんが和也とかき氷というかき氷屋さんを出店したいと発言していました。ただ城西聖羅さんのインスタグラムの写真は
雑誌撮影中のオフショットとのことなので、匂わせではなく単なる偶然の可能性が高いでしょう。5つ目の匂わせはダブルピースです。2022年4月16日のインスタグラム投稿で、海辺でダブルピースをしている上西星来さんの姿がありました。同じようなタイミングで大橋和也さんも海辺で撮影されたものがありました。大橋和也さんと上西星来さんが共演した僕の可愛いはもうすぐ消費期限の番宣だったため、同じ場所で撮影された可能性が高いです。大橋和也さんは写真撮影の時にはよくダブルピースをしています。この上西星来さんのダブルピースは、匂わせというよりも大橋和也さんの真似をしただけだと思われます。匂わせ6つ目は、関西弁が上手であるということです。愛知出身の上西星来さんですが、このドラマ出演をきっかけに、関西弁が上手くなっていると言われていました。関西出身の大橋和也さんは関西支社から移動してきた役柄なので、ドラマの撮影の休憩時間などに上西星来さん含め共演者の人たちとのコミュニケーションとして関西弁をレクチャーしていた可能性が考えられます。ここまで様々な匂わせを見てきて、2人は交際しているのかということが気になるところでしょう。大橋和也さんの現在の彼女は上西星来さんが交際しているとの噂ですが、結論として交際の可能性は限りなく低いと言えるでしょう。ここまで紹介した匂わせはすべて上西星来さん自身のインスタグラムで投稿されたものです。そのため一方的で信憑性も低く、偶然 SNS などでの投稿が重なったものだったと考えられます。ところで、なにわ男子には早くも不仲説が流れているのをご存知でしょうか。噂が本当だとすれば、なぜ不仲になったのでしょうか。なにわ男子のメンバーの西畑大吾さんと大橋和也さんは学年は違うが同じ年の生まれです。この2人の入所費は2年違いの全く同じ日となっています。血液型が AB 型と B 型という相性はあまり良い方ではありません。なにわ男子のリーダーである大橋和也さんは B 型、 B 型は才能にあふれる一方、マイペースで頑固な一面を持つ人も多いと言われています。リーダーとして自覚し確立してしまえばいいと思われますが、全体の統率を取るにはまだまだな感じは見受けられます。西畑大吾さんは AB 型なので B 型も持っているので、一見うまくやっていけそうですが、二面性もあるので、どこまでリーダーの大橋和也さんについていけるか、チームとして盛り上げていけるのかということが問題になりそうです。このあたりがなにわ男子の明暗となるのはないかと見られています。年齢がリーダーと一番近いということもあるので、ライバル見しがちではないでしょうか。また出身地が西畑大吾さんは大阪府で、大橋和也さんは福岡県、他のメンバーも大西流星さんの兵庫県以外は皆大阪府出身です。兵庫県は隣ですが、福岡県はだいぶ離れています。これがどのように作用するかは未知数です。そんな大橋和也さんはダウン症なのではないかと噂になっています。大橋和也さんを調べていると、大橋和也ダウン症と検索ワードに出てきます。これを見ると大橋和也さんがダウン症なのか気になります。しかし大橋和也さんがダウン症だという情報はありません。おそらく大橋和也さんをよく思わないファンが書き込んだだけだと思われます。いかがだったでしょうか。今回は大橋和也さんのこれまでに噂になった女性について、また様々噂されていることについて真相に迫ってきました。ファンの間では大橋和也さんはかっこよくて性格もいいと評判です。大橋和也さんはどちらかというと可愛らしい顔をしています。しかし歌声が素晴らしく、ダンススキルがずば抜けているので、そのギャップがいいのかもしれません。リーダーなのに天然発言でいじられたり、一番テンションが高かったりする様子も多々見られます。かつてアメトーークでは芸人麒麟の川島さんがめちゃくちゃいい子と大絶賛されていました。性格に裏表がないのでしょう。大橋和也さんはこれからもなにわ男子として活躍し、リーダーとしてしっかりグループを牽引していくことでしょう。これからの活躍からも目が離せません。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。
you